はい、こんにちは、高井です。今日はね、この肩の三角筋のトレーニングをして、どのくらいね、ビフォーアフターでね肥大するかをちょっと見ていきたいと思います。はい、では最初の計測をやっていきます。このね、三角筋の一番、出っ張ってるところをこう測っていきますね。116.5 です。今日はね、15キロのダンベルを使ってショルダープレスとアーノルドプレスをやっていきます。では今からショルダープレスとアーノルドプレスで限界まで追い込みます。
い、限界まで追い込みましたので、最後の計測をしていきます。118でした。腕に続いてね、肩の検証もやってみたんですが、肩の方はね 1.5 センチ大きくなりました。またね、いろんな部位で試していきたいと思います。以上です。